完成しましたヨーグルトスフレケーキです。いただきます。シュワッとふわふわ食感で、ヨーグルトの酸味でさっぱりとしていてとても美味しいです。今回の作るポイントは、メレンゲをしっかりと角が立つまで泡立てること、そしてメレンゲを潰さないようにさっくりと混ぜ合わせることです。お家で余った片栗粉で簡単に作ることができますので、ぜひ皆さんも作ってみてください。今回もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。